オンライン参加120名によるロストプラネット初のトーナメント、これに挑戦した男。週刊ファミ通のライターであり、ガンシューティングの若きエースとして君臨する須臣松崎。さっくり優勝いただけたらなと思います。しかしそんな松崎に信じられない結末が。あー、これお疲れかも。ああ、死にたいです。そんな松崎に再びチャンスが訪れる。前回の不甲斐ない結果をリベンジすべく、須臣松崎が再びトーナメントに挑戦する。お前まだ生きてたの？どうしてもお前死にたいっつってた。前回惨敗を喫したロストプラネット大会ですが、まあまあね、恥を忍んで第2回目があるということで、お前が生きようが死ぬかどうでもいいんだけど、俺が恥かいってなっちゃう。というわけでですね、負けたら坊主ってことでよろしいですかね。というわけで、じゃあお前ちょっとやる気を表明しろよ。前回ひどい結果だったんで、今回なんとかもっと上を目指して頑張ります。じゃあ期待していいんだな、今日は。頑張ります。よし、じゃあ行ってみようか。うっす。今回のオンラインバトルトーナメントは15人ずつのブロックに分かれ、獲得ポイントが7位までに入ったものが勝ち残っていくサバイバルルールで行われる。1回戦のステージはクラックタワー。入り組んだ地形の中で激しい戦いが繰り広げられる。そんな1回戦、須臣松崎が信じられない戦いを見せる。おお、電話ね。うわ、いけるか。後ろから何で言えよ、おい。この後も何も抵抗できずにやられ続ける松崎。そして一度も最下位から脱出できないまま、あれ？練習？松崎、見せ場もなくリベンジ失敗。何なのあれ？格が違いました。格が違って見りゃ分かるよな、そんなの。どうしようか。どうした、どうした、どうした？どうやった？あれ、もう帰っていい？あれ、まだやったの？本当ごめんなさい。そしたらさ、この後に特訓のイケメンプレイヤーが、あ、すごいプレーするから見ていけば。勉強させてもらいます。そう、そして、じゃあ行こう。はい、見させて。ああ、いや、行く。ちゃんと見とけよ。お前見とけ。いいって、マジいてよ。はい、というわけでありがとうございます。来ていただきました、お二人にね。紹介を先に。じゃあ、じゃあお願いしますよ。ロストプラネットプロデューサーの竹内とディレクターの大黒、よろしくお願いします。お願いします。聞いとけよ、うん、じゃあこのバカに、はい、バッチリとクズに聞いとけよ、お前。分かってんの？ほんと大丈夫？返事は？はい、よし。よし、じゃあオタガギャルさんはちょっとこれ、はい、聞いてみますか？ちょっと聞いてみるよ。はい、ほんと。ということで、カプコンのイケメンプレイヤー坂谷さんのプレイを見て勉強していただきます。あ、投げ分けてますね、やっぱ上下を。あ、うん、それはもう基本っすよ、うん、
自分がちょっとついてないな。あ、でも IC ショットガンだ、危ない。これは、うん、これはやばい。さあやばい、ペースまさしく言った通り、さあさあやばくなってきた。さあやばい。あ、ここもここもリスポーン。裏取れそう。おお、やっとやっと来た、やっと来た、ようやく。ナイスグレネードですか。ナイスグレネードですナイスグレネード。お、外した。あー、やばい、先週。いや、大丈夫、これは来た。うわー、おいしい。来た来た来た、はい、7位だ。はい、来た。誰かが投げたプラズマで固まったところでしたね。そう、そうですね。まあ、ちょっと美味しかったけど、まあこの辺でそろそろ挽回していかないと。今ね、実力なんですからね。武器セットがいいんでね。リスクにマシンガンのっけな。きた、さ、今の皆さん、すごい、しゃがみでディスクグレー投げてっていう、っていう。ディスクはあれですかね、あの弾薬当てれば爆発しますしね。あ、そうですね、うん、お、この間にリロードしてもう一回。わあ、今の違うやつだ、うん、いい流れだったけど。魚振られましたね。魚振られた。おー、まだこいつさっきのやつじゃない。おお、あれテクニック的に大事ですね。はい、大事。調整して倒したらガッツってやつですね。確かに、ああやってこう相手プレイヤーがグッと来たら、もうこっちのもん、雑になる、雑になる。おお、来た。おお、おお、キャプテン中にためてショットです。そうですね、移動はもうかなり来たな、これ。いやー、もうこのレベルみんなそうですからね。前転中に何かする。ロストプラネットのオンラインランキング上位175位以内が参加できる大会だけに、対戦者のレベルも高い。この後も1回戦通過ラインの7位を行ったり来たりの状態。そして終了間際に坂谷さんが取った行動は、はお、まめにいった。勝負だ、これは勝負、勝負だ、これ勝負だ。7位なのに勝負にいった。エミリー結構おー、あー、あー、ちょっと待ってくれ。痛恨だ、これは痛恨。いやー、ほんとうわ、どうだ、どうだ。ちょっとなんでこんなあのスーパープレイのせいでハラハラドキドキプレイになってんだけど。7位、あぶなー、あぶねー。勉強になりました。いや、やっぱりグレネードの使い方とか全然やっぱりうまいんで。いやいや、そうなんです。あの立って投げる、しゃがんで投げるの使い分けはね、うん、上手い人はすごいやるし、うん、移動のローリングもすごい上手いこと使う。そうですね、ローリング中に溜めて打つとか、うん、そういった細かいテクニックとかもすごい参考になりました。来たるべきワールド大会の日に向けて。そうですね、ね、はい、練習してもらう、頑張って邁進してください。世界に向けて頑張ってください。はい、この度ですね、まあ、PC 版ということで、今絶賛発売中の PC 版ロストプラネットというのを、まあ、ユーザーの皆さんのご希望に応えてですね、発売いたしました。で、この PC 版ではですね、マウスとキーボードといった FPS、TPS ファンの皆さんの、まあ、慣れ親しんだ操作の方、で遊んでもらえますので、ぜひともですね、これを機会にロストプラネット PC の方も遊んでいただければなと思います。